マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオブラザーズシリーズスーパーマリオワールドスーパーマリオワールドはニンテンドーから1990年11月21日に発売されたスーパーファミコン用アクションゲーム F0 と並ぶスーパーファミコンのローンチタイトルの一つパッケージ上のタイトルロゴにはスーパーマリオブラザーズ4のサブタイトルが併記されている ニンテンドーのゲームキャラクター、マリオが活躍するスーパーファミコンのアクションゲーム。全世界でのスーパーファミコン用ソフト販売本数で、歴代1位の累計約2061万本を記録し、日本国内ではスーパーマリオカートに次いで第2位となる約355万本が販売された。日本国外ではスーパーマリオコレクションに加えて本作も同時収録した。 限定版ソフト、スーパー、マリオオールスターズスーパーマリオワールドを本体に、同梱した、マリオセットが発売された。2001年12月14日には、ゲームボーイアドバンス向けの移植作、スーパーマリオアドバンス2が発売。また、バーチャルコンソールとして2006年12月2日には、Wii 向けに、2013年4月27日には Wii、U 向けに、 2016年3月4日には、ニュー・ニンテンドー 3DS 向けに配信が開始された、ほか、2017年10月5日発売の、スーパーファミコン復刻版、ニンテンドークラシックミニスーパーファミコン、2019年9月6日、配信開始の、スーパーファミコン・ニンテンドースイッチオンラインに収録されている。Wii バーチャルコンソール版は、2011年8月時点で、 みんなのニンテンドーチャンネル内のみんなのおすすめでブロンズランクを獲得している。本作はスーパーマリオブラザーズシリーズの4作目にあたり、日本版ではパッケージのタイトルロゴに副題としてスーパーマリオブロス4の名が併記されていた。なお、北米版では副題が付けられず、その後日本の公式サイトでもタイトル名はスーパーマリオワールドのみの表記となっている。 また、本作に登場する沈没船は前作スーパーマリオブラザーズ3の飛行船の残骸という設定になっている。後に発売されたスーパーマリオヨッシーアイランドは欧米版ではタイトルがスーパーマリオワールドにヨッシーズアイランドとなっており、本作のナンバリング続編扱いになっている。 マリオとルイージはバカンスを楽しむためにピーチ姫と一緒に遥か南の島国恐竜ランドのヨースター島を訪れた。しかし島に到着するやイナやピーチ姫が姿を消してしまう。必死に探すマリオとルイージだが見つかったのは島の外れにあった卵だけ。中からはヨッシーと名乗る奇妙なドラゴンが現れた。彼の話によると亀の姿をした化け物により、 仲間のヨッシーがさらわれてしまったという。ヨッシーの頼みを受け、らわれたヨッシーの仲間たちとピーチ姫を取り戻すべく、マリオたちは謎に満ちた恐竜ランドを舞台に、新たな冒険を繰り広げるのであった。この節では、突起事項がない限り、オリジナル版のシステムについて触れる。今作のマリオとルイージのジャンプ方法は、普通のジャンプのほか、回転しながらジャンプする、スピンジャンプがある。 このスピンジャンプにより、通常を踏むことのできない敵の上にも乗ることができるほか、通常のマリオ状態以外の時にスピンジャンプをすると、足元のクルクルブロックを破壊することができる。ただし、ジャンプの高さは通常のジャンプに劣る。ダッシュ時に1マス分の隙間を駆け抜ける際には1回、飛び越えると失速するため、過去作のように2個以上の隙間を連続で駆け抜けることはできなくなっている。 前作、スーパーマリオブラザーズ3同様、甲羅など物を持つことができる。今回は持った物を上に投げたり、投げずに地面に置いたりすることもできる上、X と Y ボタンを駆使すれば2つの物を同時に持つことが可能。また今作では、水中で物を持つことができるようになった。水中で物を持つと浮力が発生し、ジャンプボタンを押さずに十字キーで泳ぐことができる。 物を持って土管に入ると敵はずっと気絶状態となり、のこの子は中身が空となり、ブルブルブロックは消滅しなくなる。アクション画面の上部中央の枠には、パワーアップアイテムを一つだけストックすることができる。通常のマリオ状態以外の時に、新たなパワーアップアイテムを取ると、それまで使っていたアイテムが枠にストックされ、ダメージを受けると、枠内のアイテムが、 自動的に振ってくる仕組みになっている。また、すでにアイテムをストックしている状態で、別のアイテムを取得すると、ストックが上書きされ、新たに入手したアイテムの方がストックされる。また、ダメージを受けなくても、セレクトボタンを押せば、いつでも枠内のアイテムを取り出し、現在のアイテムと入れ替えることができる。ただし取り損ねたり、取る前に、ミスするとそのまま失うことになる。 ヨッシー恐竜のヨッシーに騎乗して進むことができる。ただし、お化け屋敷、鳥で上では同伴できない。騎乗状態で敵を踏みつけた時はスピンジャンプと同様の効果となる。ブラックパックンの上に乗ってもダメージは受けない。長い舌を出して敵キャラクターやアイテムを口に含むことができる。果物を食べたり敵キャラクターを飲み込んで倒したりするとコインが1枚増える。 飲み込んだものが、甲羅やアイテムの場合は、一定時間、ヨッシーの口の中に保持され、しばらくすると飲み込むが、飲み込む前に吐き出すこともできる。ただし一アップキノコや、スーパーキノコなどのように飲み込んでもコインには、形状されないアイテムもある。赤、青、木の甲羅を口に含んでいるときは、甲羅の色によりそれぞれ次の特殊能力が備わる。 気乗時にダメージを受けるとヨッシーはマリオから逃げていくが追いかけて再度騎乗することができる。ジャンプ中にヨッシーから降りることで二段ジャンプも可能。通常の緑色のヨッシーのほか、赤、黄、青色をした伝説のヨッシーと言われるヨッシーも存在する。伝説のヨッシーは子供の状態で出現し抱きかかえて持ち歩くことができる。この状態で敵キャラクターに 正面から接触し、5体の敵、もしくはアイテムを1個を食べさせると生体になる。これらのヨッシーに騎乗している時は、どの色の甲羅を口に含んでも、ヨッシーの体の色と同色の甲羅の効果が現れる。コース上で時々現れるアイテム、ヨッシーの翼をヨッシーに乗った状態で取ることにより、上空の隠し、ボーナスステージへとワープできる。ワープ後は、自動的に、 青ヨッシーに変化し、青の甲羅を口に含まなくても空を飛べるほか、谷底に落下するとその時点でコースクリアとなる。落下時にヨッシーに乗っていれば、以降も青、ヨッシーを引き続き使用できる。二人プレイ時には過去シリーズと同様に 1P がマリオ、2P がルイージとなり、交代しながらゲームを進める。今作では片方のプレイヤーがミスした時や、 コースクリアした時に加えて、一度クリアしたコースで、ポーズをして、途中で抜け出した時でも交代になる。二人で同じワールドを攻略していくことのほか、今作では新たに二手に分かれて攻略していくことも、可能となった。また、コントローラーを本体に一つだけ接続している場合、同じコントローラーで、マリオとルイージを交互に操作することができる。操作するキャラクターの残り人数が例になると、 ゲームオーバーとなる。今作ではマリオとルイージの間で残り人数の受け渡しが可能で一方のゲームオーバー時にもう一方から受け取ることで復帰できる。今作ではバッテリーバックアップ機能が搭載されており進行状況をセーブできる。セーブはお化け屋敷、スイッチの給電、乗、取り出をクリアした時に行うことができる。ただしマリオの状態や 残り人数などは記録されず、再開する場合は必ず残り人数5人、通常のマリオ、得点、コイン枚数0の状態からスタートする。GBA 版ではマップ中、またはステージ中にスタートボタンを押すことで、いつでもセーブでき、状態、残り人数、スコアも保存されるようになった。ファイアマリオとマントマリオの時にダメージを受けると、チビマリオに戻るが、 海外版および GBA 版ではスーパーマリオに戻る。カキのものは水中面で持つと浮くことができ、泳ぐ速度が若干上がる。カギとチビヨッシーは持ったままゴールするとマリオの状態に関係なく一アップキノコに変化する。ヨッシーが一定個数食べることにより特定の効果が現れる。ヨッシーの口元にある場合はボタンを押さなくても自動的に食べる。いずれも コイン扱い。本作のワールド名は前作までのように、ワールドという数字ではなく、地名が使われている。地名の大半には、食べ物の名前が含まれている。本作では、コース上のほとんどの音楽が一つのテーマ曲からの変装になっている。また、コース上で、ヨッシーに起乗した際には、BGM にパーカッションパートが加わる。スペシャルゾーンのマップで、 しばらく画面を切り替えずに留まると、初代、スーパーマリオブラザーズの音楽のアレンジ版が流れ出す。ただしコースや他のマップ画面に入って、画面を切り替えた後で、マップに戻ると、通常の音楽に戻る。総合プロデュースに、杉山孝一、音楽プロデュースに、渡辺貞田を迎えて、本作の CD が制作され、1991年に発売された。 ディスク1には渡辺がスーパーマリオワールドの BGM をアレンジした作品を収録。ディスク2はスーパーマリオ大百科と題してスーパーマリオブラザーズ、スーパーマリオブラザーズ2、スーパーマリオブラザーズ3、スーパーマリオワールドのオリジナル BGM と効果音が収録されている。スペシャルゾーンの BGM では極めて長いオリジナルのフレーズのループが流れた後に一応呼び 2で使用されれた、地上 BGM のリメイク版が流れる。スーパーマリオアドバンスには2001年に任天堂より発売されたゲームボーイアドバンス用ゲームソフト。スーパーマリオワールドの移植作でパッケージには副題スーパーマリオワールドマリオブラザーズが記載されている。収録されているリメイク版ではスーパーファミコン版と異なる点がある。ここではその相違点を列挙する。 ゲーム誌ファミツーのクロスレビューでは合計34点でゴールド殿堂入りを獲得しているスーパーマリオンアドバンス2に関するカテゴリーありがとうございます。